大塚桃子です。19歳で学生をしながら今はずっとモデルの活動をしています。稲村香奈です。22歳です。バイスで編集をしています。いろんな格闘技をミックスした集合体が総合格闘技、これとかもう丸出しで、うん、あ、そうそう、こういうのが一番効く。うちの親父はもうレス基地だからもうレスリングが一番、こういう感じ、そう、うん、そうそう、研ぎながら出させたと同時に相手の足すくって相手の手を取って、まあ、トップレベルの選手になればなるほど打倒曲全部できて当たり前みたいな、全部できないと多分勝てないと思うんで、前回は打撃に特化した練習をしたんですけど、はい、今回はグラップリングです、ね、私の苦手なグラップリングですねはい、じゃあ今日は山本郁恵さんと山本キッドさんにまずクレイジービージムに行ってレスリングを習って、その後 ACC に行って、この間チャンピオンにもなった ACC の浜崎彩香さんに柔道のバックグラウンドがあるので柔術とグラップリングを習いたいと思います。MMA のグラップリングというのは、まあ、グラップリングって大きな枠ですけども、まあ、レスリング組み技ですね、相手を倒す、まあ、柔道の投げとかレスリングのタックルとか、まあ、組み技から倒しに行く行為、それから始まりグラウンドの動き、まあ、テイクダウンするで上でコントロールする、で技を決めに行く、その中にはやっぱり、まあ、柔道とかレスリング、まあ、柔術、あとはキャッチレスリングという動きが、必要となります、まあ、それいろいろジャンルあるんですけども、全部網羅したものが、まあ、グラップリングと言われるものですね。やっぱり知ってないといけないですね、技は。だから寝技も、テイクダウンも、立ち技もこう連携、一つ一つがこう一個ずつがあるわけじゃなくて、その中がもうつながってる状態っていうのがすごく大事です。で手を持ち替える、持ち替える頭に入れて、今回の、一つのポイントとしては、まあ、同じグラップリングですけど、まあ、レスリングと柔術、それは MMA はやはり立ちから始まり打撃があり、テイクダウンがあり、まずはテイクダウンしてからの寝技なんですよね。なのでまずはそのテイクダウン力っていうのはすごく重要なポイントで、それによって上になるのか下になるのかっていうのはすごく大事です。そういう状況を取るにはやはりレスリング力が必要。柔道と柔術のポイントとしては、利点としてはやっぱ立ち技を強くてテイクダウンできる、なおかつそこからサブミットできる、決めに行けるっていうのはすごく重要なポイントですね。それをどう流れるようにやっていくかっていうのがポイントになるので、まあ、柔道とか柔術っていうのはやっぱ知らなきゃいけないし、やらなきゃいけないと。じゃあ足を置いたらこのまま内側に今持ったまま、これもこれ柔術、あー、こんにちは。はい、どうも。まあ、レスリングが、まあ、総合のベースにいいのは、総合は絶対取っ組み合うスポーツだから、まあ、それになれんのと、あとは身体能力がすごい高まる。うちの親父はもうレスリングレス基地だからもうレスリングが一番。あのね、レスリングは何でいいかというと、ものを持てないそのスタイルで試合だから、だから全部の人間が持つ能力というのはレスリングに集約されるんですよ。裸で戦う勝負ですから、柔道だと柔道着持っていくらでも技ができる、レスリングは何もない。だからその中でやはりレスリングの良さというのは身体機能とか運動能力とか技術とか、そういうものがその違う分野に行っても必ず生きてくるんですよ。で投げる、で一つは脇刺して、この
引っ張る。これとか。とか、うん、もろ差しで。うん、あ、そうそう。こういうのが一番効く。もろ差しで、まあ、サバ折りっていう。でそれをまず一個。うん、まずは一個脇刺す。でこの刺すのも。向こう行ってから、クラッチして、そうそうそう、でもう一つ持ってから。うん、大丈夫。大丈夫。これ一つ目は刺す。刺す。で刺すのもコツがあって、刺してここ。そう。で頭つける。関節をグッと。そうして。続けて、そう。振って、そう。で一つここの横に行くの。そう。嫌でしょ。そう。でグーッとやってて、振って。そう。ちょっと腰が引けちゃうのはちょっとあの力入んないから骨盤を相手にそうそう持ってくる結構力強いそうそうそう、ね、やる今やったらうわっって力強いからそうそうもちろんグレ今グレコロマスタイルというだから上半身だけの戦いなんですねフリースタイルはもう全身攻めることができて倒すこともできるわけですでグレコローマンって足を使ってはいけない上半身だけというでそうもうすぐクラッチうんこうそう、はい、それがクラッチこっちかこうじゃないこうとかこうしないでうん、はい、グーのそう倒すことが狙いだからもっともっと横に行くそう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  でクラッチで倒すそうで倒す時も上半身で倒すんじゃなくて下半身で相手をグーッと押してクラッチも上は相手は倒れないでしょ折れないでしょ、はい、だけどその下に持っていくの下に持っていくと折れるプライドとか K1流行ってたんだけど俺は全く知らないでレスリングだけで他の格闘技全く興味なくてタイマン張ったらもう一発でタックル打ってドーンってやれば勝てるだろうと思ってたからでそれで総合を見ちゃってもう全部混ざってるからレスリングも倒してからもやるし何これみたいなそれ見た瞬間にあ俺これだったらめっちゃ有名になれるぜみたいなもうガンガンテレビ出てもう稼げるぜみたいなそれでよしやろうって始めたのかな斜め下にこうこうさせたいからこっちとこっちで助ける感じ下にヒュッと持って1、2その時にここがここにつくそこまで行ったらほらボーンって行けるからでこのなんで後ろに引かなきゃいけないかっていうのはもちろん相手を動かすのもあるけど後ろにあるとパワーがある出しやすいここにあってでもパワーがない相手をこうねちょっと王子様風にフッとこうフッチュッみたいな感じして首持ってそうそう回るそう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 、うん、はいこっち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 、ま、そうではいタックルで倒して横を T 字路になるそううまいねそう僕2人見てて取っ組み合いにセンスがあるなと思った本当に1年やったらむちゃくちゃ良くなる、まあ、ただ顔をね守りながらやれば大丈夫です抑えるボーンそうそうそうで足をそうその抑える離れたらダメそうそうでこのプレッシャーで足こう、まあ、スパイリングをちょっとやってってなって始まった瞬間にまあ、普通のね、女の子の匿名だとこう手をこうやってこういう感じでこうガーってなっちゃうけどしっかりこう体でいってたからガーッと差し合ったり
だそれが出たっていうことはまあいいんじゃないかなって、こうなんなかったからどうしてでクラッチをそこまでいったら下に持っていく、そう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 、いいじゃんいいじゃん、そう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 、倒す、うまい、うまいうまいうまい、いい、ほとんどの子はこうなっちゃうから、だけど今こういったでしょ、で今これが使えてたからもう最高、今あんだけ短い時間だけだったけどできたから、それをもうずっとあの反復練習でもよかった、2人ともいい、例えば腰の位置が前にこれだけずれるから相手の方にこれだけ力が入るみたいな、すごくその力の原理みたいなのが分かりやすかったですよね、うん、正直私そんなに頭が良くないからたくさんのことを一気に覚えれないんですよ、でもその詰めて教えられるより今日すごい一個キットさんがそういうなんていうんだろう、1日1個か2個を習ってそれをずっと何回も繰り返してその日こう体で覚えるっていうやり方が私にすごい合ってて、それが一番違ったかなと思います久しぶりお願いします。私の場合はバックグラウンドが柔道なんで、もう今はもう打倒曲全部できて当たり前みたいな感じのスタイル、全部できないと多分勝てないと思うんで、レスリングもできるしボクシングもできるし、まあ、投げもできて、それがこうできないと勝てない世界になってきてるなっていうのはすごく感じてて、まあ、トップレベルの選手になればなるほどやっぱ全部できるし、ちょっと私のよく使うアームロックっていう技をこれからやりたいと思うんで、テイクダウン してからサイドに出た状態からここからこの腕を取りたいんですけど、まあからさまに腕を取りに行ったら相手も抵抗して取らせてくれないんで、ちょっと隙間作って相手を動かしてあげる、こう動いてくるんで私がいる方に動いてくるのが基本なんですけど、こうなった時に相手の手首を掴む、この時できれば親指を外側にした方が遊びができるんで動きやすいと思います。で逆の手を交差するように、この時も親指中に入れちゃわないでこっちの方がいいです。でそこから相手をまたいで、体から離れてると決まりづらいんで、なるべく相手の背中に沿うように決めたり、これは腕絡みっていう技の名前は変わるんですけど柔道にもある技です。なんで結構格闘技始めてからもずっと使ってる技なんで、掴みながら右手で、そう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 、うん、オッケー。まあ私が得意なのは小外刈りって言って、まあ、出てる足をこう足で引っ掛けるだけの簡単な技なんですけど、簡単に見えてちょっと難しくて、こっちの襟持ってる方が釣り手でこっち引き手って言うんですけど、これを車のハンドルみたいにこうかける方の足に全体重乗せてあげる、車のハンドルひねってで足をこう引っ掛けていく、あ、そう、あ、上手分かった分かりました。いやマジ上手、足のかき方がこうついていってあげる感じ、ここで買ってあげる感じ、はい、引っ掛けてあげる、で、で払っちゃっていい、そうそうそう、でそこからアームロックとかさっきの投げだけできてればいいってもんでもないし、タックルだけでもダメだし、そこからなんか展開して寝技もできなきゃいけないし、で寝技来ると思ったら打撃も来るしっていうのを全部やっぱ総合的にうまく使いこなせてやれる技っていうかやれる競技だと思ってるんで、だからそれぞれのいいとこを全部持ってきてるのが MMA だと思う。そう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 、あ、上手、お、かけて、そうで、すくいながら、そうそう、うん、上手、はい、じゃあ今からハードスパーリングやってまいります。
覚えた覚えた小外刈り。もうちゃん左だよ、逃げるの。あ、違う、相手のいる方に逃げる。うまい。もうちゃん今逃げる、今逃げる。上上がらせない。そうそう、肘閉じて。ああ、うまいな。うまい。もうちゃんこれ、ね、抑えられた時に、こう相手の道着持ってるとやっぱの遊びがあるから、のびちゃんだから相手の肩とか腰骨とか動かないとこうした方がいい。で、相手の方向きながら、さっき教えた技をスパーリングでできててちょっと驚いたのと、なんかちょっと見ない間にすごい2人とも強くなってたので、もっと練習すれば本当にいけるんじゃないかなと思います。耐えろ耐えろ、そうそうそう、あ、うまい、ナイスナイス。なんかやり合いになってる。あ、うまいうまいうまい。あ、フェイントだね。足からの。最初来た時は、まあ、本当に全然知らない2人が、知らない女の人たちが2人来たっていう感じで、大丈夫かなっていうのがあったんですけど、でも本当にどんどん上手くなってるんで、なんか本当試合とか出てほしいんですけどね、私はって思ってるぐらい。飛んで飛んで飛んで、上上がらせない、相手を上上がらせない。あんま手出しちゃダメだよ、十字取られる。あー逆だな、手が。柔術と柔道も普段一緒に練習してる彩香さんから、細かいことだったりとか実際に試合で使えるような流れみたいなのも教えてもらって、実際に今後スパーリング一緒にやるときもそれを活かせて、なんか良かったなと思います、うん、で、なんか私は個人的に彩香さんのファンなんで教えてもらえて良かったっていう。苦手だったグラップリングにちょっとこう光が差したじゃないけど、希望ができました。これか、これ大丈夫。そうそうそう、たらそう。郁恵さんはすごく包容力があって、好きなようにやりなさい、でもそこで一番を取りなさいみたいなっていう、であとレスリングにかける思いとかっていうのがすごく熱くて、男らしい男っていう感じ。ちょっと待って、そうそうそう、それでそう、はい、そうだよ、怖いね、怖いね。私ずっと小学校、中学校ぐらいの時に、日本でずっと K-1 が年末にあってる時で、もううちの家族のお兄ちゃんが私いるんですけど、兄とかもうみんなそのヒーローだったんですよ、大塚家の。だからもう今日びっくりですよね、本当に。きっとそうか。はい、嬉しかったです。次のエピソードでは、彼女たちが試合に向けた、特訓風景をお見せしたいと思います。ちょうど MMA のレジェンドと言われる、ね、ファイターについて、しっかりみっちり、まあ、地獄の特訓をしていただきたいと思います。チャレンジャーだ。あとでやっとくか。